上半身の不調を改善するサボり筋のトレーニング、ご紹介いたします。こんにちは、春町接骨院久松です。今回は上半身の不調改善サボり筋トレーニングということでお話しいたします。以前ね、肩こり用の上半身のね、サボり筋トレーニングをご紹介いたしました。今回はね、全部で7つあるサボり筋のトレーニングをご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になり、トレーニングを実践していくことで、あなたは首こり、肩こりだけでなく腱鞘炎やテニス肘などの手の症状まで改善させていくことができるようになるはずです。ではお話しいたします。サボり筋、我々人間の体というのは使えてるようで使えていない筋肉があるんです。それが上半身に7箇所、下半身に7箇所あるんですけども、今回上半身7箇所、正確に言うと6箇所なんですけども、あと1箇所はおまけになります。その7箇所ね、あるトレーニング全部ご紹介していきます。まず1つ目は前鋸筋という筋肉になります。前鋸筋のトレーニングご紹介いたします。手の甲を合わせてください。そして胸を張ります。この状態でこの腕を斜め下に伸ばしていきます。これをやることによる、ここの肋骨あたりが張ってくる感じがあります。それを意識してやります。その時にこのね、肩の僧帽筋にグーッと必要で力が入らないように、胸を張った状態で斜め下に腕を伸ばします。これを10秒3回やります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は菱形筋という筋肉のトレーニングになります。菱形筋は肘を曲げて手を握ります。手を握って手首をギュッと反らしてください。こういう状態になります。この状態で胸を張って肘を後ろに引きます。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そして3つ目は肩甲下筋という筋肉になります。肩甲下筋は肘を直角に曲げます。曲げて手のひらを下で手首をだらんと落とします。そして反対の手で手首を押さえます。この状態で曲げている腕を反対方向に持っていきます。そして押さえている手で受け止める。これを10秒3回やります。これをやると肩甲骨から肩周りの奥の方に張ってくる感じがあります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は反対側です。反対も同じように肘直角で手はだらんとして反対手で手首を押さえます。こちらに圧をかけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そして次の筋肉は上腕三頭筋というこの腕の裏の筋肉になります。どのようにやるか。まず胸を張って、そして肘を伸ばします。肘を伸ばして手のひらを前にします。そして手を握り、手首をギュッと反らします。この状態。この状態。この状態で肘をギュッと伸ばします。この時にね、力入れすぎて肩が上がらないように、手はだらんとした状態で手を握って、脇を締めて肘を後ろにギュッと伸ばしていきます。これを10秒3回やります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は前腕の内側にある筋肉、等速手根屈筋という筋肉をトレーニングしていきます。どのようにやるか。手を曲げるんですけども、この際に、この第一関節は伸ばした状態。伸ばした状態で手につけてください。そして親指握ります。握ったら手を伸ばします。伸ばした状態で手首をギュッと曲げる。これを10秒3回いきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この辺が結構ね、張ってきたと思います。今度は、尺足手根屈筋という筋肉をやります。この先ほどと同じような状態。第一関節を伸ばして手を曲げる。そして親指を曲げる。今度は、手の甲を合わせて、手のひらを外側に向けます。この状態で手首を曲げていきます。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は今のでまでで6つが正式にやつなんですけども、あともう一つ加えるとしたら、この手の内在筋、手の中の筋肉もトレーニングするとより効果高まりますので、やってみてください。手を組みます。手を組んで、握ったところから正面向くように。そしてこの状態で親指、人差し指、中指をギュッと握ってください。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、2回目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そして次は、この握ったところを上に向けます。そして、小指と薬指をギュッと握ってください。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10、2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。以上で上半身のサボり筋トレーニング終了です。このトレーニングを1日1回から2回毎日継続してやるようにしてみてください。これをやることにより上半身の不調改善していきます。1回やり終わるだけでも楽になった感はありますけども、これを毎日続けていくとどんどん調子良くなりますので、ぜひ、肩こりの予防改善、首こりの予防改善、そしてテニス肘や手の腱鞘炎の予防改善に毎日やってみることをお勧めいたします。また自律神経の不調というのはこの首こり肩こりがねかなり影響します。ですからそれを予防する、自律神経の不調を予防するという意味でもこの上半身のサボり筋トレーニング大事になってきます。ぜひあなたの毎日の習慣に役立ててみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたらグッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そしてライブ配信のお知らせです。私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分くらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストとあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後ではあなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが自律神経の不調、その他の不調でお悩みで病院に行っても解決しない、整体や整骨院に行っても解決しない、でも諦めたくないということでしたら私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は自宅でできる一対一の遠隔整体もやっております。私の自律神経の整体にご興味ございましたら下の概要欄にねリンク貼っておりますんで、そこから LINE 登録して私の方に直接ご連絡ください。そうして私今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。